夢中でカルタに興じる子どもたち。楽しかったし、絵のデザインが可愛かった。楽しいなっていうのもありますが、楽しいなっていうものもあります。実はこのカルタ、普通のカルタじゃないんです。カルタを通して動物福祉を楽しく学んで身につけてほしいなっていう、そういう目的で、そこからまた未来を変えていこうっていう。東広島市の動物愛護団体が制作し、県内すべての放課後児童クラブに無料で配布されたこのカルタ。その思いは子どもたちに届いたのでしょうか。本当感動ですね。クラウドファンディングが始まったのは去年5月のことでした。とても重きを置いているのが、子どもさんたちへ向けてのアプローチ。電気もいらない、ガスもいらない。もう本当にそこにカルタがあって、みんながいればできる。目標額は500万円。初めての経験で戸惑うことも。審査に通るところまでが大変ですね。目標となっていることを明確にするところと、どういったところにアプローチをするか、どういったところからご寄付をいただくか、ある程度目処を立てることができないとクラウドファンディングとさせていただけないんですよ。支援額に応じたリターンも楽しんで寄付してもらえるようにと工夫しました。中でも ピアニストの古賀由布子がイメージを膨らませて作曲をしてくれるんです。オンリーワンの BGM を作ってくださる、はい、どんなオファーでも。そして迎えたクラウドファンディング初日、もう入っている。すごい、18万5000円入ってますね。全然入ってなかったらどうしようと思ってたので、はい、よかったです。応援してくれる人いたよ。そこから日に日に支援額も増えていき、ついに目標達成となったのか、こちらです。なんとここ見てください、617万3000円ということで、見事目標達成となりました。すごいです。寄付の中にはオリジナル曲の10万円コースで、保護した犬をテーマに曲を作ってもらった人も。ななちゃんは一番手がかかった子で、左の顎が腐ってですね、大変な病気になったんですけど、今はもらわれて幸せに暮らしています。不協和音が途中にあったりとかして、ななちゃんのこの半生を描いた大河ドラマのような曲です。もうななのこう姿が、情景が浮かびましたですね。そこから本格的に始まったカルタ作り。まずは読み札の文言とその解説の内容について徹底的に話し合いました。これ多分犬猫っていうよりもメインを猫の方にした方がいいんじゃないかなと思うんです、ね。犬の場合登録するから増えたらもう分かるじゃないですか。なるほどね。だけど猫は分からんけん。限られたスペースでどれだけ分かりやすく正しい有益な情報を伝えられるか、和やかな中にも真剣な話し合いが続きます。作画を担当するのはイラストレーターのブースカさん。そしてイラストと文章を分かりやすく配置していくのは、妻でグラフィックデザイナーの園子さんです。6割ぐらいってとこでしょうか。イラストも含めて、イラストは 2% ぐらいですね。まだ。それもそのはず、いろんなこう方の思いとかあるので、かなり読み込みました。読んで自分なりにこうあまり硬くならないように、柔らかくなりすぎないようにっていう感じで書いてます。しかし
イラストを仕上げた後も、何日か経ったら、あそこなんだけどって、いやいやいやっていう感じで、こうキャッチボール何度かあってっていう感じで、コピーに関してはもう半年以上やってるので、みんなで、だから、まあ、思いが伝わればいいなと思ってますけど、うん、やっとこの日が来ました。この日、1年間かけて制作したカルタが出来上がってきました。うん、すごい。かわいい。かわいい。大きさがかわいい。すごい。わあ、すごい素敵。頑張って。メンバーの優しさと愛の結晶です。我が子のようです。そのままこの温かさがこうたくさんの子供さんたちに伝わっていくと嬉しいな。余韻に浸る間もなく、これを県内すべての放課後児童クラブに送るため仕分けをしていきます。犬や猫を慈しみつつ、もう人が幸せになるためのカルタだなと思っているので、そういった気持ちがね、みんなと共有ができたらいいなと。古賀さん、ルースカさん、お久しぶりです。こんにちは。いや、ついにこの日を迎えましたね。本当に充実した、楽しい、でもちょっと大変な1年間でしたけど、おかげさまでものすごくいいものが仕上がっていきました。ギュッと幸せが詰まってますねえ、はい、いや、今日初めてこう子どもたちに直接手渡されるということですけど、今の心境いかがですか？もう、うん、すごくワクワクしてて、大人たち同士ではしたんですけど、子どもたちがどんな反応なのかがちょっと今日見れるんで楽しみです。ぜひ子どもたちに直接カルタを手渡したいと訪れたのは、東広島市にある豊坂生き生き子どもクラブです。こんにちは。みんな元気いっぱい。かわいい。はい、ありがとう。一体どんなカルタなのか、子どもたちは興味津々。5つのグループに分かれて開始です。ラブリーな幸せの音、おへごろろろろ、その裏に書いてある説明ちょっと読める？このゴロゴロ音は猫にとって幸せな気持ちのサイン、もしくは落ち着けと自分に言い聞かせていると言われています。ありがとうございます。幸せに暮らしていけるための知識をね、いろいろこう盛り込んでいますので、裏をね、ぜひ読んでもらいたいなと思ってます。キャットタワーが、これまでに経験したことがないタイプのカルタ、子どもたちはどのように受け取ったのでしょうか？この怪我したのがかわいそうだったから、今度見つけたら助けてあげたいです。殺される犬たちがかわいそうだったです。猫や犬の気持ちも知れたし、もっと物知りになったから、猫も2匹飼っているからもっと愛したいです。猫ちゃんたちが楽しく暮らせたらいいなと思いました。この日のカードが心に残りました。人からペットへの5つの幸せメッセージ、この札、実はワンハート制作委員会が最も伝えたいことの一つだったんです。そしてペットを亡くした深い悲しみを歌ったこちらの札にも、猫とか犬とかをとても大切にしてるんだなって思いました。ペット何か飼ってる？飼ってない？素晴らしい。あ、小賀さん子供たちにでもちゃんと思い伝わってますね。ありがとうございます。結構こう思いが嬉しい。よかった。ありがとうございます。ちゃんとね、受け止めてくれててありがたいですね。どんどん広めてね、つなげてってもらいたいですね。もうここまでなんか結構深く思ってくれてるっていうのがすごい
本当感動ですね。もうね、この年になるといけないよ。他にももうイラストも自分で描けそうだし次はお願いします。そんな彼が一番気に入ったというカードがこちら。寝ているところが気持ちよさそうだから。実はこの犬にはモデルが。14年前ある動物愛護センターに収容された子で、小賀さんたちにマルシオと名付けられていました。その子を里親募集をかけてたんだけど、その頃は殺処分がどんどんされていたので、今週はどうかなと思って問い合わせした時にもう殺処分の後だった。だいぶ人にも慣れてきて譲渡もしやすい感じになったんだけど、そのまんちゃんも私たちの活動のきっかけになってます。そのマルシオがブースカさんの手によってすやすやと眠っているイラストになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。辛さっていうのを伝えることっていうよりは、未来を明るくする方向に本当にシフトしたいんですね。その動物愛護とか福祉とかっていう世界を。啓発ってもうとにかく何回も何回も同じことを言わせていただく必要があるんですね。でそれを受動的ではなくて能動的にしてもらえるそのツールというか、その素晴らしいアイテムにもうなってるなというふうに感じました。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。